おはようございます。クロエヌです。今日なんですけども、皆さんスターバックスで飲み物飲みますか？多分男性一人で行くことは多分少ないと思うんですけど、まあ、僕も一人では行かないんですけど、友達に誘われて行ったりすることあるんで、まあ、今月のね、まあ、新作をね順番にね発表していきたいと思います。まず一つ目はバレンタインカスタマニアフラペチーノ。まあいつも通りのフラペチーノですね。いや、後で何入ってるかを説明したいと思います。それでバレンタイン、次はバレンタインカスタマニアココで、その次ココアカスタマニアフラペチーノ。ココアちゃうわ、コーヒー。それでコーヒーカスタマニアココで、ロマンティックカスタマニアフラペチーノ、ロマンティックカスタマニアココがあります。でバレンタインカスタマニアフラペチーノはどんな感じかっていうと、まあカスタマイズをしてて、チョコレートとキャラメルを組み合わせた感じになった、まあ、カスタマニアな一杯らしいです。でキャラメル、チョコレートソース、カスタマニアのための特別なものになっているらしいです。それキャラメルソースにコクが深く、お店で丁寧にブレンドしているらしいです。それでフラペチーノはチョコの風味とビスケットの食感が楽しめるフラペチーノらしいですね。それでそのバレンタインカスタマニアココはキャラメルでコクと深みを加えたホットチョコレートになってるらしいです。コーヒーカスタマニアとロマンティックカスタマニアと、まあ、チョコカスタマニアがあって、チョコレートがメインらしいですね。やっぱバレンタインなんで、まあ、価格は、まあ、バレンタインカスタマニアフラペチーノが、まあ、590円プラス税ですね、まあ、600ちょいとかですね。ビスケット入ってるのでちょっと美味しそうだなと思うんですけど、でもちょっとね、いつも思うんですけど、行ったらフラペチーノってちょっとひどいぐらい生クリームかかってるじゃないですか。いや、生クリーム別に嫌いじゃないんですけど、あれもうかかりすぎちゃうかみたいなぐらいかかってるんで、いつも残してしまうんですよ。多分抜きもできると思うんですけど、抜きにしたらなんかフラペチーノ感出ないなと思っていつもつけてしまって、結局生クリームだけ飲みきれないみたいな感じになるんですけど、皆さんどうですか？あ、飲みきれますか？でも多分長時間かけたら飲みきれるんですけど、だいたい行くとき短時間なんで、待つ時間とかなんで飲みきれないんですよ、いつも。でもこの前ね、普通にティー飲んだんですよ、アールグレイ。ティー飲んだらホットですよ、めちゃくちゃ美味しかったです。アールグレイティーはほんまに、え、こんな美味しいんやって思うぐらい美味しかったんで、また頼もうかなと思ってます。でもほうじ茶ラテちょっとまだ怖いんですよ。ちょっと市販で売ってるねペットボトルのやつ買ってね、僕はあんまり好みじゃなかったんですよ。でも美味しいって言ってる子もいるんで、もう何とも言えないんですけど、やっぱりちょっと冒険できないです、いつも。でこのフラペチーノとココアなんか結構美味しそうなんで、ぜひ行きたいなと思います。スターバックスってこの前なんかごまごまフラペチーノ出てたんですけど、その時に
頼もうと思ったけど、まあ、ティーに変えたって話ですね。まあ、ごまフラペチーノ美味しそうだったんですけど、やめました。まあ、皆さんもね、その休憩とかテスト勉強とか仕事の合間に、まあ、ドトールとかも行くと思うんですけど、まあ、スタバも行ってくださいという話でした。ドトール他何ある？何あるやろ？他は？他何やろ？他思いつかないですね。やばいです。まあ、サンマルクとかあると思うんで、まあ、ぜひ行ってください。まあ、今回はこのくらいにしておきたいと思います。まあ、ぜひチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それでは。